皆さんこんにちは、イルミネーションパーティー様の永井かおりです。コミオさんと韓国旅行ということで、声が出ませんけれども楽しんでいきたいと思います。こんにちは、どうもありがとうございます。今日はですね、家族旅行ということになっておりまして、モーニング夫婦と私の夫婦の4名での旅になっておりますので、先に申し上げます。よー、着きましたよー。主人が出てくるのを待っております。 YouTube のコメントを返しております。ピースのシレブレイトっていう色だね。リキッド、マットなリキッドリップ。カルテーチリーのモイスチャーバーム、これはですね、ハンドクレーニングさせていただきつつ、ちょっと余ったもので、ハンドクリーム終わりの指で追い保湿をするというのをやってます。モーニーに連れてきていただいたポテチ系屋さんです。すごい、地獄。めちゃめちゃ美味しい。はい、美味しすぎます、これやばい。美味しいね。動画に続いてます。はい、ソースの話題の通りだそうです。すごい人です。おしゃれストリートに、おしゃれストリートね、はい、なってございますので、わお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 、おしゃれストリートちょっとそぞろ歩く、なんてそぞろそぞろ、そぞろそぞろ歩く、なんかすごい並んでる。なんかパン屋さん、パンの匂いする。さっき靴下も買った。ちょっとお昼ご飯ハッスルしてお腹いっぱいなので歩いてお買い物中です。もうあっという間に主にご飯の時間ですけれども私たちちょっと前に食べましたけど、さっきもご飯食べて、はい、でもこれを目の前にしたらもう、うん、またお腹が空いてきましたので、はい、面白い。そうだね、なんかお肉が薄いから食べやすい、はい、もうね、どうしとってね。すごいね、フェイスパレット。これメイクアップアーティストの方のブランドなんです。すごいクールとウォームか。セン・ヌール、みんな全然違う。あった、これね、使ってんだけどちょっと追加で買いたい、めっちゃ好きだから。全色買おうかな。キスミ言ってるよ。UV クリームを塗りました。今日も外を歩きますので、 DA の UV があれば日に当たっても肌にいい状態への変換が行われるから、ポジティブ UV を持ってきた。さらに今日はちょっと下地として、これも UV なんだけど、アリーの、下地光沢感が好きなので重ねてみます。ちょっとラブなんだけどさ、塗り方はエリックとやったプリマの動画の塗り方のパフで塗ったやつのブラシバージョンっていう感じの動きになる。だけ入れときます。キャンメイクのグレーシュシェーディングですね。これね、マルチミニパレット01、チーク入ってる、ハイライト、ラメ、シャドウ、アイホールとはもう何でもかそのまま入ってます。これとこれを2つ混ぜる意味は、そうだな、こっちの方が惚れるんだけど少し血色が欲しいって感じ。これだと少し濃すぎるって感じ。ノーズしっかり掘ります。こうやって持ち上げる、ちっこいビューラー、自分でおもちゃみたいだけどちゃんと上がる。
強く上がるよ。おお。どっちの駅なしでも上がるから。初期。上の目尻だけデジャブの黒。あ、そういっちゃう。オリーブヤングで全色替えしておいた追加で。太いから下まぶたに最適なんよ。ちょっとシャドウっぽいタッチで見せられるから、このクリオのフトジェルは下まぶたにいつも使う。ちょっとここいらで、せっかく韓国なんでラメで盛り上がるからね。ついでにもチークこれついてるから、ちょっとチークつけ。昨日食べたプテチゲ美味しかったな。ジョン・センブル先生というメイクアップアーティストの方がやっているブランド、ジョン・センブルアーティストブローポマードという透明のアイブロウジェルがどうしても欲しくて買いました。本当に硬い眉毛の人ね、もうきちんと眉毛が立ち上がり毛流れがホールドできる。ここのね、最近眉頭をちょっと立たせるのにハマってるんで、私も硬いからなかなか普通の柔らかいジェルだと立たないんですけど、これで立つでしょ。ジョン・センブル先生ってすごいな。ジェル乾いてからパウダーのせる。ケイトの黒これで隙間だけちょっと描いとく。この色、この薄い色、ちょっと最後ジェルが固まった眉下にもふわっと描けます。オリアンで買った無地毛マンション、無地毛マンションのリップ、かわいいマットリップとピンク、くすみピンクのリップで完成です。歩いてむくみを取りたいと思います。 OK。 2度目のブテチゲ種類違い、店違い、何度もないと思うんですけど、ブテチゲ先生、ブテチゲ先生じゃないけど、ブテ先生、やめてくれ。ブテチゲ食べ比べの旅、そうなのね、ごめんなさいね、裏テーマ、ブテチゲ食べ比べの旅です、本当美味しい、なんか爽やか、ブテチゲこんな違うんだ。じゃあ、素敵。これとともにね、見てていただきましたので購入したいと思います、はい、ここが分離してここだけ外れてブレスレットになります。これがこうして、すごいよね、お得だよね、これお得だよ、2本分だもん、2個分、なんなら3種だよね、このロングボールだね、そうね。つながってるからさ、1個だと思ったらさ2個の値段なんだろうじよ。10年も使えるしとか言って、すごいウキウキで先ほどの動画に残って。お酒じゃないです。こんな素敵なところが、ね、これはこのコースがおすすめだね。ですね、ここはもう思いがけずですよね、たまたまちょっとアクセサリーだけは残念でした。そうだね、まあでもなんてことないですよね。ズルズルズル入ってるからね。ジェントルモンスターとタンバリンズが入っているビルですね。え、人？人で、人で真似してんじゃないの？ロボットが。動き方。あ、じゃあ人の真似して動いてるのかな？そう。じゃあ人？人だよ、ね。こっちは本物の人だよ。怖い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 。ちょっとこれが可愛いなと。どうかなと思っています。ちょっと色付きのサングラス、ちょっと楽しいよね。たくさんいろいろ先生のご指導。いやいや、もうなんかちょっと言うとすぐそれも買います。それも買います。先生がいいというなら全部買います。すぐに買っちゃって心配で、でも素直な生徒なので、はい、間違いないです。先生もたくさんお買い物、ちょっとはい、はい、
失礼いたしましたけれども、かなり、はい、まあ、昨日買ったのと同じものも入ってるんですけど、買い足しね、買い足しになっております。ご本人がですね、先生ご指導のとまた、いや、ちょっと言ったらですね、すぐ買っちゃうっていう感じになってしまう、すごい失敗してるんですけど、はい、でも必要なものだったと思いますので、はいはい、改めて使い方のアドバイスをさせていただきます。今度は前後ろでした。あれ？なんで気づいたの？てかなんで気づかなかったの？本当に朝がね、朝が苦手と生まれてこの方得意になった日がない。おはようございます。もう帰るね、2泊3日あっという間でしたね。はい、はい、もう牧場で牧場にもうパンパンなんですけどもということで、今日の動画良かったよと思ってくださった方はグッドボタンお願いします。コメントもお待ちしております。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとう。バイバイ、カムサンダー。牧場旅。